近いですね。だから車止まってるの。この辺かな。岡山市になります。岡山の、岡山駅からだいたい車で、まあ、朝の時間帯、まあ、早朝だったら22分ぐらいなんですけど、ワンタン、チンタン、アンポンタンというお店やってきました。朝からね、がっつり系のね、ラーメンというか、まあ、その中華そば、まあ、ワンタン麺とか、まあ、なんかそういうのね、売ってるというので、ちょっと今日来たわけですけど、早速入っていこうかなと。はい、お願いします。朝おにぎりメニューみたいな。結構料理が多いです。うまいよね。300円やったっけ。安いですね。最初の時だけはね、写真の質を比較するために今回皆さんの幼少期の写真をご用意いたしました。似たような感じの朝からバイブス求めてる人いるよね。愛媛県で34歳の男を逮捕しました。うん、これやばいな。これ、イメージ的にはこの器がもうぶっこぼれ前提で。お待たせしました。ワンタン中華大ですね。どうぞ。色が。そう、ヤス君のワンタン麺の方は麺細くて、こっちはもうごっついっていうか、やっぱスープに合わせてこの細身とかも決めてるんだよね。
ニンニクどっさり入ってたから、うん、朝からがっつり行きたい人はもう間違いない。味もしっかりしてるし、うん、今日はもう本当にお腹いっぱいでね、まあ、種類によって内容によって細麺だったりとか太麺だったりするしたんですけど、僕の場合はねそのスタミナ麺はもう本当に太めのね、麺が入ってるということで、ヤス君のワンタン中華そばはなんか細麺だということで、で一番ね気になったのが、ね、ワンタンチンタンアンポンタンっていうのはどういう意味だと聞いたんですけど、チータスープ、チンタンスープ、チータンスープ、チータンスープっていうのがからなんかいろいろもじって、最終的にはまああとワンタンですね、チンタンでアンポンタンみたいな感じに流れになったみたいですね。で本当に非常にバイブスというかね、ちょっとなんか面白いラーメン屋というか、まあ、そういう意味も込めてそのねバイブスのすごいラーメン、朝ラーメンもあるのでぜひ行ってみてください。朝の6時から、お昼の2時半までやってるので、駐車場が10台ですね。ぜひ行ってみてください。ありがとうございました。